原子の伝説、それは世界の始まりに遡る。誰も知らない原子の世界、それがある争いが元で3つの世界に分かたれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間界。やがて3つの世界にそれぞれの統治者が誕生した。もちろんこの人間界、その神にも兵士。長きにわたって静かに下界を見守っていた。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認める。つまり観測者たる彼の方が世界を創造する神の力そのものだった。だが彼は自我を持たない未熟な人間たちを、自らが持つ世界を司る力を2つに分け、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の無限、闇の火だ。兵士の神の子二者に分かれて持つ。人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する2つの方、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていったんだ。かくして我々人類は考える足となって、偉大な繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の命を受け継ぐ創造主として。まさかね、生き残りがいたなんて聞いてないわ。私が会った賢者はおしゃべり好きな男だったけど、お前を逃がしはしない。共に果てることが私の使命なのだ。お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらばだ、我が娘よ。だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。
最後の賢者の命とともに。でアイテム異常気象、大型の地震、これを受け政府は調査チームを編成し、原因究明に本格的に乗り出しました。不安の声が高まる中、一刻も早い解決が望まれます。 CM の後、各地の被害の様子を詳しくお伝えします。次は靴を買いたいの。行きましょう、エンゾ。俺の買い物に勝手についてきたやつが、なんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。いい加減にしろよ、ベヨネッタ。だいたい何足靴買ってんだ。お前はタコかっつんだよ。たく、おっと。あら、そんな口聞いていいの？この間の仕事、ただで引き受けてあげれたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。面倒なやつに貸しを作っちまったぜ。仮にも司祭として神に仕えてるやつが、裏じゃ天使子様を片っ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。大丈夫じゃねえよ。おいおい、歩くの早いって。おい、聞こえてんのかよ。魔女ってな、死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて一生苦しみ抜くって話やねえかよ。ああ、そんなやつがゴロツキどもの仏の始末はしてるか。傑作だねえ、まったく。お前どこ見てんだ、ボギー。ああ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ帰りましょう。ちょっと待てよ。今日は俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。へえ、何を買うの？さあね、おめえに余計なことを教えたらろくなことにならんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれや。うわあ、ジャンヌ、最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。ちょっと調べたいことがあってな、セレッサ。最近妙な感じがしないか。妙といえば妙ね。しがない情報屋が、私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。うるせえ、余計なお世話だ。何がセレッサだ。おめえがセレッサなんて柄かよ。なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんてお笑いだぜ。まったく、何しに来やがったんだよ。お呼びじゃないんだよ。気づいているとは思うが、天界の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに下の連中もな。続いて明るいニュースを。本日いよいよ年に一度のクリスマスのデイパレードが開催されます。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々ですでに溢れ返っています。空軍のアクロバット部隊、
プラチナスターズによる攻撃戦で行われた停電過去最高のプレが予想されます。ジェット機、おっといけねえ。早いとこガキたちへのプレゼントを買わねえとな。詳しいことは後だ。先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。から言ってんだろうが、何度言っても分かんないやつだな、こいつは。ジェット機だよ、ジェット機。ほら、羽があって空を飛ぶやつだよ、ビューンって、飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、ほら、ガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。ほれ、ちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよ、あれ。分かったか。この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな。クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。おおおおやじ、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。リボンはいらねえって。ついてないわ。一番のお気に入りの服も。お久しぶり。随分と派手なご登場ね。
チープなおもちゃは嫌なの。やっぱりあの女に関わるとろくなことはねえ。しゃあ、なんでエンジンがかからねえんだよ。あいつにプレゼントを渡してやるとするか。お前はロダン？まさか冗談だろ。よう、エンツじゃねえか。伏せてな、店のツケを払う前に死なれちゃ困る。勘弁してくれよ。もうやった。サンタさんからのプレゼント、使い心地はどうかしら？